はい、どうもお疲れ様でございます。ナオでございます。ちょっとね、メガネがちょっと紫外線浴びてちょっと黒っぽくなっちゃってますけど、すいません。ちょっとオカマみたいになってますけどもね。本日はですね、新潟県三条市のですね、山手のですね、町の方に来ております。町というか、まあ、村というかに来ております。今外ちょっと見えるかな。ちょっと見づらいかもしれませんけどね。この辺ね、すごい切り立った岩山がありますけども、こんなような風景がですね、見える街に来ております。ちょっとね、打ち合わせで、来てるということでございます。はい、そしてね、本日の一杯です。ちょっと、食後なんですけどもね、こちら、初めて見たコーヒーですね。販売元の方はですね、販売者というんでしょうか、は、コーア株式会社というね、名古屋市にある会社のようです。何だったっけな、パワードコーヒーね、いう名称です。これもやっぱりちょっとこうエナジー系のコーヒーみたいですね。強さを配合、焙煎レギュラーコーヒーということで、ビタミン B1、ビタミン B2、B6 配合ということで、まあまあいろんななんか栄養が入ってるというコーヒーです。こうね、初めて見ましたけどね。これコンビニエンスストアのセブンイレブンさんで売ってますんでね、まあ、売ってない地域もあるかもしれませんけど、試してみてください。早速ね、飲んでみたいと思います。あのね、ちゃんとコーヒーですよ。いわゆるメジャーブランドのなんかミルクたっぷりのカフェオレみたいなコーヒー、缶コーヒーに比べたら随分コーヒーっぽいですけど、ただね、飲んでる最中にね、やっぱりちょっとそういうこう、なんていうの、こう栄養ドリンク的な香りがしますね。後味がね、ちょっと薬っぽい。これは何が入ってんだろうな。ロイヤルゼリーの味なのかな。ちょっと何の味なのかさっぱり分かりませんけどね。ただまあ元気出そうです。はい、本日は、コアというメーカーの、パワードコーヒー、ビターン書いてありますね、ビターン。はい、こちらを飲んでみました。コンビニエンスストアでね、150円でした。高いですけどもね。まあちょっとね、本当に最近なんかこうどうにも時間が作れないという状況でございまして、本当またお休みがちになりましたけども、久々の、投稿でございました。今日はね、この街で先ほどちょっと美味しいラーメンいただきましたんで、もっか、iPhone で編集中です。ちょっとね、パソコン取り込んでまでこう編集っていうところまで手が伸びないので、なんとかね、携帯の方でパパパッと作ってアップロードできればなというふうに思っております。はい、長くなりましたが、本日はそんな一杯をいただきました。ではまた。